まあ、いつかはクラウンと言われて久しいんですけども、トヨタがクラウンの製造もうやめるみたいですね。70年間トヨタの主力車種として私も何回か乗らせてもらったんですけども、クラウンがね、こんな時代が来るんですね。まあ、レクサスってブランドがクラウン以上にちょっと人気な部分もありますし、クラウンの製造販売をやめて新しいね、まあ、電気自動車なりハイブリッドなり水素燃料の自動車なり、全く新しいコンセプトのセダンっていうのを打ち出してくるのかもしれないですよね。2022年ぐらいには、後継機種が、まあ、発表されるそうですけども、このクラウンの、まあ、製造販売中止によってですね、クラウンのまた価値が上がるんじゃないかなって気もしますね。まあ、とにかく名車中の名車、それがクラウンでした。私たちの青春の憧れでもありましたし、そのレクサスに向かう途中で必ず一度はね、その運転席に座るという、そのクラウン、いつかはクラウンというね、そのフレーズももう懐かしいことになりまして、今はいつかは何なんでしょうね。まあ、車ってのはね、名車がいろいろあります。トヨタもスープラっていうのもね、なんか人気でしたしね、 MR2 とかね、そのスポーツカー全盛の頃っていうのはいろいろ出ました。そして今不動の地位を占めたクラウンっていうのも、ここで幕を引いてしまうのかなというところで、ちょっと寂しい気もしますけどね。いつかはクラウン、2年ぶりの刷新のトヨタ新型クラウンユーザー評価は今クラウンに求められるものとは。ほう、なるほど。トヨタクラウンが2020年11月2日に一部改正を行いました。現行モデルとしては2020年4月の一部改良に続き2度目となります。歴史ある車だけに改良内容に関心を持つ人が多いと言いますが、ユーザーからはどんな反応があるんでしょうかと。ということでね、まあ、結構トヨタの方も大きく動きそうですね、この時期に。まあ、ますます注目でございます。私もね、車はちょっとね、好きなんでね、見ていこうかと思います。皆さんもまたお車の情報ありましたらお寄せください。ありがとうございました。